ブチモが憧れの先輩ブチモを逆指名してプロデュースしてもらいます。私はアンナちゃんにプロデュースしてもらいます。私はハルナちゃんにプロデュースしてもらいます。早速お洋服から選んでもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ニコブチ TV。 はい、ハルハして2人ともこっち見るよ。はい、はい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 が似合う、いろんななんかテストが似合うところが憧れてます。ありがとう。ただ二人とも勝ちみる。はい、オッケー、はい、でしょ。めっちゃやだ。今回、憧れの先輩を逆指名したけど、はい、どんなとこ憧れてた。やっぱり表情のバリエーションも多いし、すごいガーリーな服でもかっこいい服でもすごい着こなせるところに憧れてます。イエーイ、やった、めっちゃ嬉しい。よかったです。私はクール系にプロデュースしてみました。前は小学生っぽい洋服を着ていたので、あの本人から大人っぽくしてほしいというアンケートが来たので、あのかっこいい感じのクールな感じにコーディネートしてみました。ポイントがこのカチューシャで前髪を上げてちょっとおでこを見せてかっこよく見せたところと、あと今流行りのロングブーツを履いて、あのちょっと流行りに乗ったクールな女子にしてみました。それからブラックだとちょっと印象が暗いので、ブルーのトップスを取り入れてちょっと明るい感じにしてみました。どうですか。前は小学生っぽい服で大人っぽくなりたいなって思ってて、はるはちゃんが大人っぽくしてくれて嬉しいね。よかった。 100% だったら何パーセント違う。 100% 嬉しい。ありがとう。 100% らしいです。イエイ。あやらちゃんを今回はガーリー系にプロデュースしてみました。ありがとうございます。ポイントは冬だからふわふわ系が可愛いなと思って、イヤリングもふわふわだし、ニットでリボンもつけちゃったりして本当に冬の可愛い女子。カレス映画館とか行ったら誰もが目が映画よりこっちに目がいっちゃうぐらい本当に真っ白でオーラの出る可愛いガーリーな服に仕上げたいなと思ったので、そこがポイントです。プロデュースされてどうでしたか。すごい憧れのアナちゃんにプロデュースしてもらえて本当に嬉しいですし、私服とかでこんなふわっとしたガーリー系の服はあまり着ないので、ガーリーな服に仕上げてもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、もうで100点超えてもう150点ぐらいです。大満足です。やった、嬉しい。ありがとうございます。では2着目は韓国っぽクールに仕上げてみました。ポイントは渋谷っぽい感じで、このダルメシアンの柄のファーとか、ポイントでネックレスとか、あと指輪もつけても可愛いと思います。あと服のシースルーではやっぱそこがクールでかっこいいかなって思ったけど、今の時期寒いからファー羽織ってキメキメ女子で、ね、キラキラオーラが放ってる感じの女子に仕上げてみました。イエーイ、ありがとうございます。
どうでしたか？なんかさっきのふわっとしたガーリーとは違って、おでこも出してキメッとした感じのお洋服に仕上げてもらって、本当に何だろう、嬉しいし、ルーっとした感じの服とかを着るから、こうやってしっかりキメッてやるのは初めてだったぐらいなので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございました。このプロデュースがいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。